神山さん。あんたね、入る時にはノックぐらいしなさいよ。すみません。二人はここで何を？過激団体戦のことを話していたんです。今回はどんな競技になるのかなって。なるほど。そういえば競技の詳細についてはまだ知らされていなかったな。ねえ、神山は知ってるわよね。過激団体戦には2つの競技があるって。ただ戦うだけじゃない、人々の心を癒す力を競うための競技のこと。なんて言ったかしら。心を癒す力を競う。演武ですね。あ、正解。まあ分かって当然だよね。演武の演目は直前まで分からないからね。あらゆる演目に対応できる知識と技が必要なの。なるほど。もう一つの演武はつまり量子戦闘機の操作技術を競うのよ。こっちは団体戦だからね。個人の力だけじゃなくチームワークがないと勝てないわ。ま、あんたたちの団結力で私たちに勝てるわけないけどね。私たちだって負けません。ユイさんもシャオロンさんも倒してみせます。ああ、こうしちゃいられない。私、稽古に行ってきますね。さくらは思い立ったらすぐ行動だね。そうですね。ま、そこがさくらの可愛いところです。可愛いんだ。さくらに教えてあげよっと。からかわないでくださいよ。さくらは可愛くて大切な花組の仲間です。それじゃ俺ももう行きますね。ゆっくりしていってください。では。落とし物か？いや、これは、女性物の下着。誰だよ、こんなところに。何？今の声。誰が来た？叫び声がしたのは、この部屋？誰かいるの？何かあったの？ユイさん、まずい、見つかったらまた。隠れよう。
してるの？さっきの叫び声、もしかして神山なの？何かあった？いや、何もない。俺は女の子の下着なんて。は？下着？女の子？神山、お前また なんでもないんだ、本当に。ただちょっと女の子の下着を拾って。ゆいさん！
What?